こんばんは。明日は大阪ですね。大阪暑いかな。半袖で行くか長袖で行くか迷ってる。羽織るもの、羽織る。明日から雨か。明日、最高気温29度、29度、29度。大阪は晴れ、晴れで29度。半袖か。確かに並ぶの暑そうだね。どこで並ぶかわかんないけど。真夏日なんだ。まず外なのか中なのかも分かってないけど、
会場も外。外か。暑そうだね。キャナルみたいな感じなのかな。中かもよ。え？かも。そのパターンもあり。でもステージはなんかいつもよりも、いつものステージよりも番号は少なめっては聞いたけどね。ステージが屋根あるけど外なんだね。いつも5とか6とか、5ぐらいまでで練習するんだけど、4までって言ってた。だから4までの立ち位置にした。あとはね、会場に行ってから感覚がね、分かるんだよね。楽しみ。そう、リハーサルないからドキ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 ド。4階からもよく見えます。おお、喉がなあ。最後初めて買った CD は何クイズ来ました。当てた。すごラジオね、ラジオ。喉ね、なんかみんな喉みんなのなんかみんな喉ちょっと様子がおかしいですね。今日レッスンしたんだけど6人中5人が喉がおかしい言ってた。でも頑張りますよ。
ひゃー、ひゃーん。のど飴だよ。声出るかな。まあ、声は出るのよね。うんうん。そう。まあ、どうせアドレナリンでなんとかなるでしょう。アドレナリンの強さ。お待ちしてまーす。アドレナリンってさ、なんかあれだよね、注入するバージョンもあるんだね。医療系のドラマとかでよくアドレナリン何ミリグラムみたいな持ってきてとか言ってるもん。わかんないけど。アドレナリン。心肺停止の時、ああそうだそうだ、多分そう。なんかそう、あるんじゃない、そういうのが足せるんじゃない。へえ、喘息にも使うん。手術。私は注入してないですよ。緊急の時に使うんね。私は独自で生み出してる。独自で生み出してる。作り出せるもんね。あれもよね、なんかご飯とかもさ注入できるん。天敵なんか。
ふわふわふわ。天敵のことか。元気ね。元気を注入してあげましょう。今ちょっと歌えない、今日歌えないですね。ちょっと明日のために喉を取っておきます。喉ね。喉って大事やの。明日大阪だよ。喉飴今3種類ぐらいある。いろんな喉飴買ったの。カラオケで行きたい。そうだね、行きたいな。イメイリリーベイク、おお、待ってるよ。明日は大阪で、水曜日広島で、また愛媛がありますね。今日も喉潤すために油そばを食べた。食欲なかったんだけど、油そば食べたら美味しいってなった。よくわからんね。喉はずっとイガイガって感じ。痛いっていうかイガイガって感じ。そう。
大丈夫でした。ちょっと見せて。お医者さん？お医者さんいた？どうなることやら。お腹にそう。そう、今日夜メール送ろうと思ったらもう時間過ぎてた。10時1分で。わーって、いつの間にって。惜しい。てかもう10時なんだと思った。それで残念です。残念です。ぼーっとしちゃいますね。そういう日なんだよ。ぼーっとしたくなる日なんだよね。薬今日2種類ぐらい買ったんですけど、いつも使ってる薬が結構いいやつで、クイック
いてあって、多分30分ぐらいで聞くんですよ。でも今日ドラッグストア行ってくださいって言って渡されたのがクイックのデラックスだったんですよ。デラックスさらに上にあったんか。その時は10分ぐらいで聞いた。強かった。10分か20分ぐらい。薬ってすごいよね。だってどんだけさ、頭とかさ痛くてもさ、急に一瞬でさ痛くなくなるんだもん。そういう時薬ってすごいなって思う。逆に今までの痛みどこ行ったんだろうって。助かるよね、すごいなって。いやそうなの。いや怖い、本当にめっちゃ痛いって思った。1秒後にスッなって、おーって痛くないってなった時に怖って。人が変わったかのように治りました。治ってないんだけど。あとはな、あれよ、水で飲むのが大事。水で飲んだらさらに効きが早い。早いっていうか、多分ジュースとかの方が遅い。これさらに進化するんかな。デラックスよりもさらに。予想はね、クイックデラックスでしょ。多分デラックス2。分かった、デラックススーパー、クイックスーパーデラックス。クイックデラックスあるわ。強いよね。元のやつな、どうなんなるよね、それ。もう普通のノーマル。普通のノーマルのさ立場さ、どうなん。
それ、多分安いけど、その分まあでもそこまで、だよね、まあそれこれでいいみたいな人もおるよね。逆にさ、クイックスーパーデラックスアルファをおすすめしてさ、いやそんなのいいんで飲んもらえませんかって言われたらちょっと恥ずかしいあっあ、飲まれもあります。一番強いやつ、クイックスーパーデラックスアルファ、言われる。なんかさ、例えばだけど腹痛でさ薬飲むじゃん。でさ胃が荒れたらさ、結局何ってなり、合わせて胃薬も飲むあ、そういうことね。大変やの。大変やの。合わせ技。でも結局痛みにずっと耐えるのもきついもんね。もうこの世の終わりぐらいに痛い時あるよ。それに何時間も耐えないかんのもきついね。薬頼み、もう本当にそうなる。ずっと寝込めるならいいけどね。寝込めるって言わない。
通の言葉、方言、線とかさ、ん？線、線ってさ、普通の言葉？しない、しないのこと線っていうの？これは方言？普通？これは？博多弁？いろんな、いろんな弁？せえへん。大阪っぽい。西日本なんかな。そういえばさ、そう、しませんのことさ、せんっていうのさ、なかなかに全然言葉違うなって思った。せんよ。しない、しないってあんま言わんくない？それはせんなとか。敬語だったら、ね、しませんって言うけど、するは、するはするなよね。するはするよね。なんでかね、しないだけ線になったの。するはそのままやね。あ、しません。線、そういうこと。します、しません、せん。そっちを取ったんか。よくあるよね、しま、せんみたいなクイズ。しま、すって言った。それがどんどん変わっていって、せん、ね、このせんが残ったのか。この線が残っても、線って言えば、あ、線。そういうことか。進化していったんかな。それで、そんなん線よ。線になったんか。それやったら結構全国的に通じそうだけど、敬語からのあれだったら。
昔から昔の言葉。許せぬ、せぬ、せん、それになったのかもしれん。許すよ、ありがとう。通じなかった方言あんまない。魂に侍が宿ってるね。許せぬって言っただけで宿ってました。私武士、いや武士ではないよ。いろんなものにはなりきるけどね。なんか顔もろくなった急に。気のせい。最近油そば食べてるからさ、角度か。そう、喉のために油そばを食べてるんだよ。バーグの横は TKG 食べさせん。え、と言われても食べる。と言われても食べます。すべては私の気まぐれによる人生。おいしいよん、 TKG おいしいよん。私の気まぐれによって振り回されている。うん、はあ、どういうこと？どういうこと？
よく言われますね。独特の雰囲気を持つとよく言われますって言って、それはどんな雰囲気ですかって聞かれて、わかりませんって言ったことある。変わってるねって言われますって言って、どういうとこが変わってると思いますかって言われて、わかりません。どういう時に変わってるって言われますかって言われて、それはその人に聞いてみたんです。私ってどういうとこが変わってるって。そしたらその人もわからないって言ったんです。わからないけど変わってるって言われたんです。誰もわかんないんです。これといったエピソードはないけど、変わってるらしいです。この謎が解明できたら、なんか人生変わりそうじゃない。今んとこ誰も解明できてないんだよ。誰も分かってないけど、とりあえず変わってるの。私は変わってると思ってない、自分のことを。でも時々周りの場をちょっと不思議な空気にしちゃう時はある。誰か分かったら教えてね。独特か、独特なんだね。独特か、なるほど。いや普通だと思ってるけど、もはやあんまり個性ないと思ってるから。全然個性ないって思ってアイドルになったら、個性あるねって言われることが増えて、なんか面白いねって、時にしては言う。なんか可愛い、ありがとう。可愛いとこを探してくれたの。個性の塊。なんか分かんないことがやっぱさ、
すごいね、アイドルになって気づくっていうのもあるんだね。変わったメンバー、変わった人、さやかりんとは波長が合いますね。合うよ。多分同じクラスだったら一番仲良くなってると思う。自分のことは分からない。人のことは分かるけどね、自分の気持ちは分かるけど自分のことは分からないよね。他己紹介、他己紹介してほしい。同じクラスだったら話せない。え、うん、多分話せんかもしれない。それは誰がどうとかじゃなくて私が話しかけにくいんだと思う。納得しちゃった。さっき背景してるからね。でも話しかけてくれたら嬉しがってたと思うよ。こんな私に話しかけてくれるの？でしたな。学生の時の私、多分めっちゃ自己肯定感が皆無だったから、皆無っていうかマイナス100だったから、
今は結構増えました。いらいこっちゃ。今は、数字で表せれないよ。幸せってこと。危険です。いや、今「え?」って言ったのは違うと思ったからよ。本当の車検の人には言わないよ。今のサヤンが一番。そうやって言えるのは素敵ですね。素敵な人ですね。最上級ってこと？そろそろ終わります。ポリンキー好きなんよね。美味しいよね。トウモロコシだっけ？ポリンキー。美味しいよ。トウモロコシか何かの黄色いのと、あと明太子も美味しい。あれ見つけたら絶対買っちゃうよ。
バリーさん、マッペイさん、ミツルンさん、マイセンタン、ツリケンさん、セイヤンさん、コッペさん、フジポンさん、コーチさん、イトキンさん、メタボさん、ラクラクさん、ジンタさん、コロスケさん、ホタテ様、オーサムさん、大西くん、ロクオンさん、メガバイトちゃん、渡辺さん、鳥取太郎さん、ゆいぞうさん、しんじさん、けいさん、ひやきらさん、みっちーさん、めみふぃーさん、きちねさん、ストンコさん、ときわさん、くちさん、りょうさん、さとけんさん、きむこさん、ありがとう。早めに寝よう。最上級直さんとね、明日までに。ってしようか迷うな。個人アカウント全然何も言われてない。勝手に言ってる。知ってくれる人が増える、そういう場があるのはいいよね。
いろんなきっかけがある方がいいよねとはすごい思うんですけど、どうなるか分からんからね。じゃあねー。バイバイ。バイバーイ。お大事にー。